この二次試験におきましては、重大な女子差別的要素を含む得点調整がなされました。ここで間違いなく報告できますことは、20点か25点か、そこらたりは分かりませんけれども、不正加点した事実自体は、有に認定できるということであります。文部科学省の大学支援事業並びに本学の入学試験におけるおいて重大な不正問題がございましたことにより皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしました。さらに社会の信頼を大きく裏切ることになりました。まずもってこれに心からお詫び申し上げたいと思います。